はい、どうも石原です。前回の動画で iPhone12 Pro と iPhone11 Pro どちらを買うべきかについての企画シリーズとして、価格、カメラ、空張り、スペック、サイズ、この5項目のうちの空張りを比較してその違いを解説しました。今回はそのシリーズの第4弾ということで性能を解説いたします。 iPhone12 Pro を待つべきか、今 iPhone11 Pro を買うべきかに悩んでいる方は、僕のおすすめするご提案も合わせてご紹介しますので、ぜひ最後までご視聴ください。そしてこのチャンネルでは Apple 製品などのリーク情報やガジェットレビューなどの動画を定期的にアップしてますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またこのように既にたくさん動画もアップしてますので、ぜひ過去の動画もチェックしてください。はい、では本題です。 iPhone11 Pro と iPhone12 Pro との性能については細かくお伝えすると膨大な量になってきますので、ここでは11 Pro には搭載されていない12 Pro と比較した時に、より性能差が顕著に現れていると予測される5つのポイントに分けて解説いたします。まずはチップに明らかな違いがあります。 iPhone11 Pro は A13 Bionic、 そして iPhone12 Pro はA14 バイオニックとなっております。 11 Pro の A13 バイオニックは第3世代のニューラルエンジンを搭載していますが、12 Pro の A14 バイオニックは第4世代のニューラルエンジンになると予測できます。これに伴って何が変わるかというと、ほぼ全ての動作が変わることになります。 CPU 性能は高速になって、GPU も高速になって、消費電力も 30% くらい抑えられて、機械学習ももちろん高速になりますし、アプリの動作やジェスチャー操作も劇的にスムーズになると予測されておりまして、 MacBook Pro などのハイエンドラップトップのパソコンと同等の処理性能を持った強力なモンスターチップと言われております。ここは明らかな違いとなります。そして次がネットワークです。皆さんもご存知の通り、 iPhone12 Pro にはサブ6とミリ波の両方に対応した 5G が搭載されると予測されております。これだけでもかなり11 Pro とは大きく違った性能になります。この 5G のインフラはまだまだ整っていませんが、 iPhone12 Pro を所有しておけばすぐにでも 5G が体験できるということになります。 YouTube の動画再生に待つことはありませんし、テレビのチャンネルを変えるように YouTube の動画もサクサクと再生停止ができますし、例えば2時間の映画を1本約30秒でダウンロードできます。まあタイムイズマネーというほどに時間はお金で買えないと言われていますが、 5G 契約で運用すれば時間をお金で買える、つまり 5G でインターネットのあらゆるサービスの待つ時間の無駄が劇的に減ることになります。これマジで激アツです。僕は地方のど田舎に住んでいますが、この iPhone12 を買ったら東京とかで 5G が体験できる場所にいち早く行って、その 5G を体験しようかと考えています。 5G についての詳しくはこちらの動画で解説してますので、合わせてチェックしてください。そしてディスプレイの違いです。サイズはもちろん違いますが、そのサイズはまた別の動画で話すとして、なんといっても12 Pro にはリフレッシュレート 120Hz が搭載されます。このリフレッシュレート 120Hz についてはこちらの動画で詳しく解説していますので割愛しますが、本当に映像体験が変わるくらい素晴らしいことです。特に 3D などの重たいゲームアプリをする方とか、まあ、スポーツとかアクション系などの映像にも強いディスプレイとなっております。そしてバッテリーについてですが、これは言わずもながらディスプレイサイズが11 Pro は 5.8 インチに対して12 Pro は 6.1 インチなので、本体サイズがまず大きくなります。なので11 Pro は 3190mAh のバッテリーを搭載していましたが、サイズアップする予定の12 Pro はより多くのバッテリー容量を搭載してくることは明らかなので、バッテリーの持ちは格段に改善されると思います。そして最後にメモリです。これは11 Pro では 4GB でしたが、12 Pro では 6GB と予測されています。これは単純な話ですが、より高性能な CPU である A14 Bionic を積んでくるので、それだけメモリも多くなくてはなりません。まあ、メモリが多いと何が変わるんですかというコメントをいただきますが、メモリをグラウンドの広さと仮定した場合、搭載されるチップがスポーツ選手の能力とするなら、より効率的に練習するためにはそれだけ広いグラウンドが必要になってきます。言うならば筋トレ器具を設置して行う、まあ、肉体改造スペースや、さらには休憩するスペースなどなど、より多種多様なことができる選手であればあるほど、いろいろな練習メニューやいろいろな競技の幅も広いわけです。つまりいろいろなことができるので、場所が狭いとうまくいかない、しかし場所が広いとあらゆることが効率的にできるようになります。
iPhone には電話機能だけじゃなくて、もちろんアプリを活用したあらゆるシステムが組み込まれていますので、メモリが少ないとアプリの動きやせっかく積んである最強のチップでさえその能力を遺憾なく発揮することが難しくなります。なので性能が上がれば上がるほど iPhone もそうですが、 Mac やデバイスなんかのメモリの数字がおのずと上がっていくということになります。はい、この5つのポイントが性能という面において特別目立った違いとなります。ということで、次回の動画では iPhone 12 Pro を待つべきか、それとも iPhone 11 Pro を買うべきかの企画シリーズの第5弾としまして、サイズにスポットを当てて比較したいと思いますので、そちらもぜひチェックしてください。そして今回ご紹介した内容は僕が運営するブログにも文章で詳しく解説していますので、ここかもしくは概要欄にリンクを貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今後もこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関してのリークを追いかけていきますので、ぜひチェックしてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。